行きましょう、気合で行こう。ベイアンでしょ。ベイアンだよね。さすがに。だよね。絶対ベイアン。だよね。絶対ベイアン。到着したお気持ちお聞かせしてもらってもいいですか。いやもう最高の気分です。気持ちいいっす。おかしくなりそうです。奄美最高。おお、さすが2回目やっちゃいますね。カイト君も4回目ぐらいです。4回目じゃねえぞ。テンション的に。3回目。3回目だけど。フローライドじゃないで結構リマインドしてほしいわ。俺結構やばい。バケーションバケーションカラーだね。まだ調子いいじゃないか。色がやばいよ。調子悪い。ちょっと待って、いける。あ、大丈夫、いける、いける。あ、俺も裸足になろうかな。じゃあ、わあ、いい波よ。イエス、ゴーゴーゴー。いいね、オッケー。え、この前話してたと思う。あ、そうそうそう、釣り行く前。でもなんか今、もうわずかにこう堤防みたいな距離できてる。あ、その幅なんでしょ。そうそうそう、ブルブル。いや、めっちゃいいとこなんですよ。最高だ。飯食おう。飯食おう。飯食おう。これが原点。いらない。よし、しなくていい。波あるよ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 。やべ、水がやべ。ないね、これ。俺も行くんだよ。ちなみにその手振ってた時カードすら入ってない。じゃああと20分で帰るって言ったけど平気なの。取れる。でもなんか緩い感じでいい。緩い感じだ。俺らサーフボードそれ行かなきゃいけなくてプラス6時半から飯なの。行きましょうか。あと30分。もう一度くれましょう。斬新。はい、1日目が終了しました。今日何したっけな。合流して手広行って、まあ波見て、車取り行って、最後戻ってくる途中に夕焼け撮影をして、今星空を見てきました。半端ねえでしたね。半端ねえね。そしてこの宿も半端ねえ。最高です。持ち食う人を無地蔵線に入れて食う。うわ、アリ。うわ、でも結構汁気いかれてましたよ。もう水分ない。これ甘い。パエリアみたいな。いや、俺は味めっちゃなかった。なかった？ない。これほんまに、なんか粉の甘み、旨み、なんか餅の旨みとかを全部抜いた。抜いた。成分がないから。いや、何も。いや、味付けしてないからじゃない。そのまま食ったっしょ。そのまま食っても大体餅の甘みってあるけど。わかる。あの甘みあるじゃん。そう。あれがゼロ。プラ。マジでない。
プラ。全然いらねえわ。なんだよ、めちゃくちゃ言われようひどいよ。余ったから